はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。未解決事件ね、大体は未解決で、そのまま10年、20年、30年、そのままになっているっていう形になっていることが多いです。まあ、ビビダルって言ったら怒られるけど、その、ブっていいのかな、その未解決事件の取り扱っている刑事のグループっていうのが縮小されてはいるものの、一応聞き取りとかそういうものをしていた人か、あとなんだろう、思い出したらお願いしますっていうネビラとかをやっている方たちもいる。でその中でそういうことを実を結んだっていうね、いうのがあるんだけど、2009年の9月9日の午後7時半頃に、愛知県のある市の路上で、同県、愛知県に住んでいるかな、会社員の男性、当時45歳が背中から血を流して、倒れているのを近くの女性が見つけた。で、119番をと通報したんだけども、病院にね、その男性が運ばれたんだけど、お亡くなりになったと。で、現場近くに止めてあった席、その男性のワンボックスカーの助手席のアドガラスっていうのが割られていて、その男性が直前に男と言い争ってる、その方と別の男性と言い争ってるのが、どこだっけ、その男性とね、亡くなられた男性と男は言い争ってるのを見、いろんな人が見かけたらしい。で県警は、強盗殺人事件と断定して、岡崎署に特別捜査本部を設置した。発表によると、この、亡くなられた男性っていうのは、背中に一箇所刺されて、死因は出血し、この方の車っていうのは倒れていた現場から東に100メートルほど離れた書店の駐車場にあったと。で車内にあったと見られるこの男性の手提げバッグなどが近くの路上に落ちていた。亡くなられた方の、その方が倒れていた現場まで血痕が続いていた。もしかしたら、その車のところで支えて、助けを求めようと思って歩いていったっていう可能性はありますね。で、通報した女性っていうのは、現場に通りかかった時に、その二人がね、言い争っていうのを目撃したと。それでね、その女性曰くなんだけど、一旦ね、通り過ぎて、お家に帰ったのかわかんないけど、あまりにも気になるっていうことで、数分後またその場所にね、戻ってみたんだって。あまりにもこう、その言い合いっていうのが、すごく白熱しててやばい状態だったっていう感じだったと思う。で、気になって戻るとその亡くなられた方が倒れていた。で、その刺したであろう男性っていうのが1メートル70ぐらい、頭に白いタオルを巻いて頭で逃走したという。で、
一応ね、その捜査本部っていうのは、関さん、その男性、亡くなられた男性が、その自分のね、車の窓ガラスを割って、車内を物色するなどしていた男を見つけて、追跡したところ、刃物で刺された可能性があると見られているっていう話だったんですね、もともとは。で、その後ではあるんだけど、その約1年後に、その住所不定無職の男が逮捕された。で、捜査本部によると、犯行現場に残されていた特殊警棒っていうのが、多分持っていて、何かしらのあれで見つけたのかな。で、その販売ルートから容疑者の特定に至った。特殊警棒は県内で220本、その当時2014年に更新されているんだけどね、この記事っていうのは。で、そのうちの1本がその容疑者が車上荒らしに使ったと見られている。で、捜査本部としては、その同年に、2010年の6月にね、その逮捕される前にこの容疑者から事情聴取を行っていたそうです。その後、この容疑者は行方を車したんだけども、7月9日にこの岡崎市内の駅で発見して逮捕された。で、この容疑者は当日、事件当日の7時半頃に、その書店のね、駐車場で、その亡くなった方の乗用車の窓を割って、カバンなんかを、盗んだと。で、本人に見つかり逃走。追ってきたその男性の左胸をナイフで刺し、出血性ショックで死なせたと。で、この容疑者の弟っていうのがいて、その弟に見張りをねさせていて、そういう車上荒らしを繰り返していってて、2004年9月から2010年の9月まで岡崎市や豊川市で乗用車12台から現金約合計で286万とバッグなど計86点を盗んだよと。それを換金したりして現金にしていたんではなかろうかということです。もちろん弟も犯人隠匿の疑いで当日逮捕されたということですけど、何してたんだろうね。職業不詳っていうことなんで、そういうのを職業としてやっていたのかなっていう感じかな。弟は弟で、兄ちゃんに脅されたからとか、分け前をお前にやるからっていう感じで言われたのかなって思います。っていう感じかな。はい、皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。